その名を捨ててどれくらい経ったのだろう。やい、ノーバディ、帰りはどこだ、リクはどこだ。帰りなど知らぬ。リクのことは、そうだな、王に聞け。待て！王様。どういうこと？まんまと罠にかかっちまったな。13機関に利用されてるんだよ。お前にハートレスを倒させようってのがゼムナスの作戦だからな。ゼムナス？さっき言っただろ、13機関のリーダーよ。記憶したか？ゼムナス。13機関の目的はハートレス退治？なバカな。キーブレードでハートレスを倒すと心が飛び出すだろ。あの心が欲しいんだ、13機関は。エコゾを集めてどうするつもりだ。教えてやんね。え？お前、カイリをさらったやつだな。その通り。俺がアクセルな。記憶したか？カイリはどこだ。教えてくれよ。カイリのことは悪かった。アクセル、やば。あいつの処分は我々に任せてもらおう。処分なんてどうでもいいよ。頼む、俺を闇の世界に入れてくれ。カイリのことなら心配するな。我々が丁重にもてなしている。会わせてくれ。そんなにカイリに会いたいのか。うん、どうしても。態度で示してもらおうか。お願いだ。そうか、それほど会いたいというなら、なおさらダメだ。ひどいぞ。怒ったか？俺が憎いか？その怒り、ハートレスにぶつけてくれ。哀れ、心なきハートレスは心を集める。だが、愚かなるハートレス、その心の力を知らず、怒りのキーブレードは心を解き放つ。心は闇に集い、やがてキングダムハーツとなる。主を亡くした人の心が織りなすキングダムハーツ。我らはキングダムハーツと共に完全な存在となる。何をごちゃごちゃ言ってるんだい。キングダムハーツは私のものだよ。世界のキングダムハーツ、人のキングダムハーツ、キングダムハーツと名のつくものは何だって私のものさ。マレフィセント、ハートレスはダメだ。お前には指図されない。愚かな。まずい。
私が戦っている間にこいつらをやっつける方法でも考えるんだな。マレフィセント、勘違いするんじゃない。お前たちへの仕返しを忘れたわけじゃない。マレフィセント、さっさとお行き。あんたには指図されたくない。そうだ、でも さて、邪魔が入ったが。お前たちはどっちの味方なんだよ。ハートレスは強い者の味方さ。その調子だ、ソラ。頼んだぞ。ダメだ、心が。俺たちがやってきたことは無意味だったのかもしれない。キーブレードが使えないなんてどうしたらいいんだよ。情けないよ、お前たち。任せてられないね。騒ぐな。そう簡単には消えないさ。キーブレードに選ばれし者、羨ましい限りだ。また会おう。ソラには真実を知らせておいた。ハートレスを倒せば倒すほど我々に利用されると気がついている。これまでのように簡単に操れると思うな。どうすることもできないさ。どんな事情があろうと、ソラは人々を苦しめるハートレスがいれば放っておけないって話。あいつの心がそう命じるのさ。そう、ダイスはすでに投げられた。彼にはもう止めようがない。用心するのだな。ダイスの目が悪ければお前もデミックスの後を追う。分かっていないな。先が読める勝負などに何かをかける価値などない。あいつを倒しちまっても計画に問題はないんだな。その程度の存在ならば用はない。ならばよい。俺は手加減できるほど器用ではない。俺たち、いろんな人に助けられてるな。そうだね。俺たちがやってきたことは無意味だったのかもしれない。キーブレードが使えないなんてどうしたらいいんだよ。情けないよ、お前たち。任せてられないね。え？
ろう。ここが闇の世界なんだ。カイリー、リク。開けても大丈夫かな。トワイライトタウンのハイネ、ビンツ、オレット、そしてロクサス。知ってるの？うん、でもそう思ったんだ。これはロクサスだって。食べても大丈夫かな。酸っぱい、いや、甘ちょっと待てよ、カイリーを探さなくちゃ。写真、アイス、何かのヒントかな。誰が置いてくれたんだろう。リク、本当に？そんな気がしただけ。ほら、もうすぐ到着だよ。なあ、またハートレスがいたらどうする？キーブレード使うと13機関の計画通りだぞ。そら、それでも戦うしかないよね。だってハートレスはみんなを苦しめてるんだから。嘘つき。あ、レオンはお宝なんて持ってないって。本気で戦ったのにな。ドナルド、だってあの時は。このままじゃ収まりがつかないんですけど。どうしたらいいのさ。どうしたらいいって。嘘つきだな、まったよね。一生懸命頑張ったのに。やっぱ本人にどうにかしてもらうのがいいな。だからいただっちゃうか。それがいいと思う。行こうよ。よし、そうするか。決まり決まり。よし、行くぞ。君たちのお宝、いただきます。そんなの持ってないよ。どうかな。どれどれ。ほうほう、なるほど。ねえユナ、君たちのアイテム、全部いただきます。むちゃ言うなよ。ムカつき。最悪。誠意ゼロか。騙したのは悪かったけど。本気にするな。あんたたちのことはレオンから聞いた。大変な旅をしてるんだってな。そんな人たちからは何ももらえないよ。応援するからね。これ、あげるから使って。じゃあ、頑張ってね。
よし